見てください、この惨状を。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はですね、ちょっと、僕の家が結構グラブルルームになってるのをご存知な人ももうあんまりいないのかな。なんか昔、僕去年引っ越した際にですね、この部屋をグラブルルームとする、ここをキャンプ地とするみたいな感じで、部屋をですね、グラブルに染めたルームを作ったんですよ。こんな感じで見えるかな。こんな感じで、こんな感じでやっていきますみたいな感じで終わったんですよね。こうなっちゃったと。もう日々の横着が重なり、お侍さんアレンジ曲集とか、もうこうやってね、もうポーンと置いてたら、もうこうなっちゃったということで、本日はもうその、あの時のグラブルルームの輝きを取り戻そうということで、ちょっと整理整頓していきたいなっていうふうに思います。まだここに飾ってないのもあって、サイストアとかでね、こうやって、よいしょ。サイストアで購入したやつとか、なんかこう 商品系のものをまだ飾り付けられていないっていうことがあるんですよ。まだ飾り付けられてないものもあるっていうことなんで、ちょっとね、この辺の右側の棚とか、ここら辺の棚とかにね、ちょっと飾り付けたりとか、とりあえずこれだね、俺のアイリス大山の棚とかをちょっと掃除して、ある程度見栄えのいい形にしていきたいと思います。それじゃあ行ってみます。レッツゴー。まずは段ボールを片付けないと。じゃあとりあえず棚は片付けた。じゃあこれをどこに入れるかだよな。どうしよっかな。でもここら辺はちょっと機材置きたいから、ここに置くか。よいしょ。こっち側に置きましょう。よし、こんなんでどうすかね。結構割とスポットハマったし、なんかグラン君隠れちゃったかなって思ったけど、でも顔見えるから上になんか置かなきゃセーフでしょ。ということで、とりあえずこうかな。よし。じゃあ次はちょっとこちらの右側の方片付けていきますか。もうストーブとかもね、いらなくなったし、しまっていきたいと思います。なんか整頓してたらさ、今コラボ、ちょっと前にやってたよね、プロントのさ、コラボカフェのアイテム出てきたんで、ちょっとこれも飾り付けますか。これなんかポーチだね、結構小さめの。実は1個食ってうまかった、アメちゃん。サンダルフォンのコーヒーとか売ってたような気がするけど。よし、結構綺麗になってきたな。ということで、ここで一丁床の掃除機をかけたいと思います。よし、掃除機かけたんで、じゃあギター飾ります。でもね、ちょっとチラチラ練習してるんだけど、最近コード F が0.5秒のタイムラグを伴って弾けるようになった。動画で食おうと2週間前ぐらいから買ってたけど、結局横着してて放置してたペヤング金粉焼きそば。そうだ、これあれだ、秋葉原カーニバルの時だ。そうだ、サイゲのキャラクターとかを、しかもこれエミリアじゃねえかよ。全然エミリア。これなんだっけ、これセガストアで買ったやつかな。セガストアでなんかね、クレーンゲーム、グラブルのクレーンゲームやったんだけど、難しくてぶん投げたら、なんか3箇所頑張ったでしょうみたいな感じでもらったエミリアがいますね。リゼロ飾っとくか。見て、プリコレのタペ。いいっしょ、これ。俺これ飾っちゃおうかな。これ飾ろう。俺も動画で飲もうと思ってた青いワイン、結構甘口らしい。まだ飲んでない。ということで、飾ったんだけどさ、これまずいかもしれんわ。急にさ、オタク部屋になったんだけど。まだセーフじゃなかった？ここら辺。ここら辺まだセーフだったと思うんだけどさ、プリコネが出た瞬間にオタク部屋になっちゃったんだけど、これ。大丈夫かな？いいや。モニカのクリアファイル。ウマピョイのアクリルスタンド。このアクリルスタンド良くない？普通に。で、ここら辺からグラブル福袋だね。これ前動画で紹介したよね。グラブル福袋のアイテムもまだ飾り付けられてなかったんで、ちょっと、入れちゃいたいと思います。結構スペース的にもう厳しくなってきたんで、もう入れるだけみたいなのも多いんだけど、できる限り綺麗に入れられるように頑張っていきましょう。わかる。ディ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 
ようなゴミ屋敷ドゥ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 が、なんとこんなに美しくドゥドゥルルドゥルルルドゥ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 
はい、ということで完成しましたね。部屋の掃除が完了して新生ミザルームということで、ちょっとオタク感増したな。やっぱプリコネ、プリコネパワーすげえな。プリコネ縦1枚で多分俺の部屋はなんかオタク感増したような思いはするんだけれども、まあやっぱ俺の即席だよねこれ。ズールペン全然置いてるしさ、もうそんなに頓着があるわけじゃない、テーマ性に沿ってるわけじゃない。ただ俺が歩いて可愛いなって思って買ったものとかがただ並べられてる部屋なんだけど、まあやっぱねこれも愛ですわ、これもラブということで、本日の動画は、自分の部屋が汚くなったんで、掃除してみたらなんかオタク部屋になったでした。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。良きグラブルライフを。そんな感じです。じゃあね、バイバイ。